これちなみにこれって、はい、これはあでもちっちゃそうですね。着てみます。いいですか。あもちろんもちろん。Nothing can come as close as you when you hear the wind blows but through this unstoppable storm of love in the house in the house よしお Vlog です。こんばんは。本日はですね、よしお Vlog またまたサバゲー動画になりますが、本日はガンの紹介ではなくて装備の紹介でございます。僕が最近動画を撮るときにいつも着ているこいつです、はい、プレートキャリアっていう商品なんですけれども、これはアメリカ軍がですね、また特殊部隊たちが体を、まあ、銃の実弾から身を守る装備としたり、例えばここにマガジンを置いたり、さまざまな装備をつけることができるプレートキャリア、そして僕はここに、まあ、マイクのインカムをつけてるんですけれども、まあ、映画とかでよく出てくるかっこいい装備ですよね。でサバゲーをするために、まあ、実際は必要ないみたいです。ただ僕はやっぱり家にいるときにガンをいじったり装備をつけたり、そんなオタクな心があるんです。そんなオタクな心をですね、十分に楽しめる装備としてプレートキャリア購入しました。で実際のプレートキャリアすごい7万とか8万とかすごい高いものもあるんです。実ブランドってやつですよね。ただこの実ブランドではなくて、僕はちょっとまあ安いですけど、これ6980円なのにめちゃめちゃしっかりできてる。このプレートキャリアどこで購入したかというと、もちろん 41PX、 はい、いろいろ教えていただきました。サバゲーショップを巡りながらいろんなお店行ったんですけれども、このお店のおすみ店長と出会い、まあ、第2弾の動画でですね、おすみ店長のおすみママの最高濃厚接客、そして G&C のエアガンから装備までっていう動画を出してあるんですけれども、シャープ390ですね。その中でおすみ店長と店長代理のマイケルさんがですね、装備についてさまざま語ってくれた動画があります。本日はその動画とともにこのプレートキャリア、こいつのご紹介をさせていただきたいと思いますので、まずは動画をご覧ください。それではどうぞ。このプレートキャリア、あれこっちですかね。この辺りがプレキャリゾーンですね。ああ上にもあるんですね。ありますあります。最近ちょっと41でも、はい、こういったいわゆる実ブランドと言われるようなものを使うようになりました、はい、例えばこちらだ と、ベロシティメイフラワーですけど、はい、全てアメリカのブランドなんですけど、もうだから各国軍、それから特殊部隊とか、それからあとは、はい、法執行機関というんですけど、まあ、つまり警察の特殊部隊とか、はいはいはい、そういったところにも採用されている、もうバリバリの本物なんです。本物。じゃあ、撃たれても、これって防弾チョッキみたいなものですか。いわゆる防弾チョッキなんだけど、はい、防弾はまあ入ってません。あ、ですよね。はい、重くてやってるんです。なるほど。はい、なので、まあ、サバゲにおいては、まあ、防弾板を入れないか、もしくはこういうダミープレートのものを入れます。はい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 、はい。ダミープレートは、まあ、ふわふわの。でも、つけなくてもいいんですよね、格好だけで。まあ、そうだね。でも、なんか入れた方が、やはりこの形はできるかな。なるほど。ちなみに実物の分ものって、はい、この間僕の知り合いの、ちょっと最近仲良くなった人が持ったんですけど、プレキャリ7万って言ったんですよ、はいはいはい、で、一般人からすると、もう買えないです。この辺とか、はい、この辺とかって大体いくらぐらいなんですか。やっぱりこの辺で5万円、さすがですね、4万8000円の税込みなんです、はいはい、うち割と安くお出ししてます、はい、さすがです。ただ面白いのがこちらのね、ツインファルコンズっていうメーカーで、はい、こちらだとね、これでね、お値段がね、1万2000円。ああ、ずいぶん安くなってますね。そうなんですよ。で、何が違うかっていうと、はい、あんまり変わらない。あ、ほぼほぼ一緒。つまり材料なんかも、ちゃんとこういう、例えばファステックスとか、そのファスナーなんかは YKK、はい、実物もこれ使ってます。はい、それから、あと、コーディラっていうナイロン使ってるとか、それからこのベルクロって言うでしょ。ありますね。ベルクロ実は商標なんですよ、はい、だから本当はパイル&フックとか、はい、メンファスナーっていうんですけども、はい、これちゃんとベルクロさんのベルクロ使ってます。さすが、はい、なんだけど値段が安いのは、はい、これはこの辺はアメリカ製だったりするんですけど、これ中国製。あ、そうなんですね。中国のすごく志の高い工場の方々が自分たちの独自のデザインで、はい、なおかつ実ブランドが使っているような材料を使って、はい、実ブランドもびっくりっていうぐらいの構成で作ってる、はい、うん、なるほど、すごいですね。そう、
あとはもうちょっとお値段安いものになりますと、はい、サバゲ用のブランドですよね、ええ、こちらなんかだともう本物買ったらいくらになるんだろうって感じなんですけども、23,800円、ああなるほど、これでも高い方です。はい、はい、お安いのになっちゃうとプレキャリでもね、こちらミニマルプレートキャリア、あ知ってます、見ました見ました、はいはい、こちらと4,980円だし、はい、今私がつけてるこれはプレキャリじゃなくてチェストリグって言うんですけど、はい、これ最高ですね、はい、これだとね2,480円です。いやでも、はい、本当、うん、ここまでいくとでもかっこよくしたいじゃないですか、したい、でもかっこいいんですよね、かっこいいです。で、お墨でいくの、この素晴らしいところは安い、安くてあとシステムアップできるってことですね、はい、そうですよね、僕も今側だけ買ったんですよ、はいはい、タンカラーの、で届かなかったんででも大きい人好きよ本当にここがですね、はい、こっち全部大丈夫なんですよ、で大体まあこの辺りになって、はいはいはい、ここがもうあとこのくらい足んなくて、あそう、ただ自分でこのエクステンションかましてつけました、はいはいはい、で届くようになったんで、ここよ、ね、はい、はいはい、なのであとはまあこういうのを買ってつけていくっていう感じで、うん、そうね、まあ、あとはもう必要最低限だけにしてこうやってワッペン入るのもすごい流行ってるし、うん、ワッペンだってお年寄り臭いわ、すごいですこのシューティングバーをやられてるんですかシューティングバーをやってるという設定で、はい、Twitter とか YouTube に動画を、あなるほど素晴らしいです。これはお宝です。はい。ステッカーあげるわ、ね。本当ですか、はい。ありがとうございます。もう貼りまくります。これちなみにこれって、はい、これはあでもちっちゃそうですね。着てみます。いいですか。はい、もちろんもちろん。太ってる人もサバゲやってるじゃないですか。で皆さん多分買う前にアマゾンとかで、はいはいはい、やっぱりこう届くかどうか心配なんですよね。そうですね。で僕はいつも買って失敗するタイプなんで。実は結構こういうプレートキャリアって大きめのものがとても多くて、はい、うちわざわざその実物のブランドは M サイズ入れてるんですね、はい、やっぱり着られてる感じになっちゃうんで、うん、逆にその悩み少ないと思うよ。えこれ4,980円ですか。これ違います、これちょっと高いやつです。ああ、まあ、でも高橋入れてますこれ、6,980円。あ安っ、安いでしょ。えすごいしっかりしてますよね。すごいしっかりしてますよこれ。あでも値段がバカになってきますね、ええ6,980円、安いっておかしいおかしい、まあ、安いですけど。いやでもこれで6,980円も破格だと思う、うん、すごいです、しっかりしてますね、かっこいいし、亀仙人みたい着られてるそのほうが着てる着てる着てる全然着てる。あ、いいっすね。これ後ろ伸ばすと全然問題ないですよ。これはもうちょっと下がるんですか。ね、下がります、若干だけど。もうなんか普通の人が着る感じとなんか違ってくるんですよね。いやいやいや、なんかインストラクターみたいでかっこいいよね。あ、そうですね。もともとこのプレートキャリアは実物だと511というメーカーの、はい、ハックテックってちょっと入ってきないよ。うちの提供代理で高橋と言います。通称マイケルですね。めちゃめちゃハンサムですね、はいはい、ハンサムでしょ。しかも体がすごいんだもん。当たり前じゃないそんな。お客さんって顔で選ぶでしょ、店員は。男性のお客さんが多いと思うんですよ。あと声がいいのよね、はい、マイケルは。なんか本当、はい、よく見るといい男ですね。よく見るといい男ちゃんと乗り込んでるのか、自分も船長代理だから、ね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、マイケルはね、すごくこういう装備系もののすごく詳しい、特化した人なんですよ。そうですね、うん、はい。いやもう本当でも軽いっすね。軽いでしょ。初めてつけたんですけど、今話途中だったんだけど、はい、511のまあレプリカだよ。そうです、うん、まあ、511という実物のギアメーカー、まあ、これもアメリカのメーカーがあるんですけど、うん、その511というメーカーのタックテックというプレートキャリアのレプリカになるんですけど、はい、実物だともうこれ3万円から4万円ぐらい、はい、まあ、ね、こちらのメイフラワーブランドのものとほぼ変わらないぐらいのお値段、うん、これが6,980円。そうです。でこれなんかはもうアメリカのドラマのこうザ・シューター、はいはいとかに出てきたりとか、うん、結構メディアへの露出も多くて、マーベルの、何でしたっけ、ネットフリックスでやってるドラマがあるんですけど、はい、まあ、それに出てきたりとか、メディアへの露出も多いんで、この形をね。そうです、そうです、はい、そうです。素晴らしい、はい、でも本当にデザインも何もかもがかっこよく、うん、またこれもいろいろ、これってそれはこれもメンファスナーのファイルの方が入ってるから、ここに例えばこういうパッチなんかをあしらうこともできる。あ、つくんですね。つくつく、はい、素晴らしいですね。でこれに対応したメンファスナーがついた、そのマガジンポーチとかそのつけられるし、あとこう全部これ全てモールのアルス規格なんですけど、これできてるので、いろんなポーチが拡張できる。わかりました、最高です。これいいでしょ。はい、お買い上げですか。今すごい迷ってますけどね、ええ、
はい、これはもうあのまだ今ダミープレートが入っていない状態なので、はい、これであのダミープレート入れていただければ、そのさっきおっしゃってたあの切られてる感も多分なくなると思います。あ、はい、なるほど。で、体格の大きい方にあの似合うプレート綺麗なんですよ。で、私とかが着ると逆に本当にあのもっと着られてる感が出てしまうんで。いやー、商売上手ね。いやうまいですね。あの本当にこのタクテックはもうあのやはり体格の大きい方、やっぱりあのアメリカのブランドの商品なので、アメリカの方ってごめんなさい、体がっちりしてるじゃないですか。ちゃんと薄いんだよ。体がっちりしてらっしゃるんで、あの、まあ、僕みたいなひょろひょろの人間が着ると本当に着られてる感が出ちゃう。声ないからね。サバゲならではの人ですよ。はい、はい、最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。脱ぎますので。はい。飽きないですね。いやー、すごい。売ってる私たちが飽きないですからね。すごいですよね、うん。これはオスミリグではないんですね。これは違います。はい、かなりこれはシステムリグで、これ今一番シンプルなパターンだけど、はい、こうやってどんどんこうシステムアップできるんですよ、ね。あ、同じものなんですか？同じものです。で、何がいいかっていうと、はい、これから先いろんなエアガンをこうやっていく上で、はい、さっきみたいにこのスタナグタイプの 5.56 ミリの弾が入る、はい、マガジンもあって、ええ、あとピストル弾とか、それからもっと大きい 7.62 ミリとかっていう大きな弾が、はい、エアガンで出る弾は全部6ミリだから、なるほど、はい、設定がいろいろあるんでね、ええ、マガジンの大きさ違ってきちゃうんです、はい、なんだけど、この中変えるだけで全部解決しちゃう。何でもこれから先ずっと使えるみたいな。そうなの拡張性があるというか、発展性があるのね。あ、これはリュックか。そう、それはね、これにつける用のリュックだったりする。あ、こういうものとか。なるほど。そうなんです。後ろちょっとやっぱりデッドスペースになっちゃうじゃないですか。まあ、そこにこういったものをつけて、システムアップして、まあサバゲの場合はそんなにいろいろとつけることはないですけど。そうですね。わかりました。あ、しかもアジャスターまで売ってるっていう。はい、そうなんです。素晴らしい。はい、必須よね。はい。素晴らしいです。はい、いかがだったでしょうか。最高に素晴らしい説明ですよね。ここまでしっかりアイテムのことを説明してくれたのって俺初めてだから、実際にこの動画を撮った時に欲しかったんですよ。ただ欲しかったんだけども、まあ、エアガン買っちゃったし、バッテリー買っちゃったし、それサイレンサー買ったし、ちょっとお金これ以上今月使うのまずいなと思って、まあ後からですね、いろいろ考えました。プレートキャリアいらない、プレートキャリアはしょうがない、プレートキャリアはいらないって思ったんだけども、何回も何回も考えてるうちに実際に欲しくなっちゃって、後日行って購入してしまいました。そいつがこの先ほど言っていたこの511の、レプリカのプレートキャリアですね。実際に軽いんですよ。で、これはまだ中にこう柔らかいからプレート入れてないんだけども、実際にはこれが入ります。これを中に入れることによってしっかり硬い状態が保てるんですね。なので、まあ、入れた方が形はつくと思うんだけども、俺はね結構ね入れなくてもねいいかなって感じ。着てるっていう、装備してるっていう感覚を味わってたくて。で、実際にこのプレートキャリアはさまざまな装備が出ます。ここにモールシステムっていうんですかね、なんかわかんないんだけど、この隙間にどんどんこうはめ込んでいけるようなのがあって、このマガジンとかマガジンのポーチだとかっていうのは別売りなんですよ。これを自由に自分の好きなように配置していきながら、こういう金具とかも配置していきながら装備を整えることができるっていうことですね。で、表面はですね、ベルクロというかこうザラザラしてる状態になっていて、こうやってベリベリってこうパッチとかをつけることができるんですよ。なので自分の好きなようにカスタマイズして、背中の方ももちろんですね、いっぱいあるんで、例えばここに無線をつけたりだとか、赤いここについてるさ、この蛍光ランプっていうのかな、こういうのを差し込んだりして、実際にかっこいい、本当にこれから戦いに行くんだぜっていう格好でサバゲーを遊ぶ。まあ実際にサバゲーっていうのはさ、まあなんて言うんだろう、エアガンを持って戦争ごっこっていうかさ、子供の気持ちに戻って遊ぶっていうやつじゃないですか。なので僕はこういう装備を身につけて、やっぱり本格的に遊んでいきたいなっていう気持ちがあって購入いたしました。だけどもね、これさ6,980円なの、先ほど言った通り。アマゾンとかでいろいろ調べたけど、結構チャチーやつは6000円台、7000円台であるんだけども、ここまで本当にしっかりしている商品。しかも、レプリカなんで作りも全てがかっこいいんですよ。これが6,980円っていうのは本当破格の値段だと思います。で、サイズもですね、動画の中では俺本当亀仙人みたいになってたんだけども、ここの肩のところもちゃんと調節して長くできるし、後ろの紐のところもですね、これベリベリって、全部がベリベリって剥がれて、サイズ調節もすごいしやすくなってます。一回ここにあるワイヤーが入ってるんだけども、これを簡単に手で抜きながら、上に一回引っ張り上げて差し込んで位置調節するだけで、多分かなりね、
かなり太ってる人までいけるはずですよ。俺結構これで切れますからね、うん、こんなでっかいです。よく、サイズがさ、やっぱり俺なんかも体でかいんで、プレートキャリアとかそういう装備、例えばアマゾンで見てても、俺つけたらツンツル手になっちゃうんだろうなとか思うじゃないですか。いいんですよ、映画でも出てくるじゃないですか。結構太った男がさ、こう、まあ、やっぱり軍隊とかにもいても、こういう装備をつけてて、やっぱり他の人よりもちっちゃく見える。そう、ちっちゃく見えていいんです。それがこのプレートキャリアの見どころだと思います。俺はだから結構これ気に入ってますね、本当に。実際にそんなに重くないし、まあこれをつけて戦う、これをつけてガンを持って、はい、戦場に赴く、その気持ちっていうものが、やっぱりサバゲーをする時の心の中からの盛り上がり方ですよね。なので俺は装備をちょっと集めていきたいなって思います。ただあんまりやっぱりたくさん買えないんで、本当はやっぱり実ブランドの、あのサバゲーのこうプレートキャリア、アメリカ軍が作ったり、実際のものっていうのは体が大きくつけることができて、 L サイズとかもあったりするらしいんですよ。だけどやっぱりさすがにそれに2万とか3万はさ、かけられないじゃないですか。だからレプリカでもう十分かっこいいってことをですね、本日はお話しさせていただきたかった次第でございます。ちなみに最後にですね、ちょっとお話しさせていただくと、サバゲーやろうぜのページでですね、まあ、サバゲーの友達仲間を募集したところ、今現在9人ほど集まりました。みんな実際に社会人だったりだとか、平日しか休みがなかったりだとか、いつもぼっちでサバゲーをしている、銃を触ったことがあるんだけども、サバゲーは1回もやったことがない、銃だけ買ったんだけれども、エアガンだけ買ったんだけれども、まだサバゲーに行けてないですっていう人たちがいっぱい集まってきました。その集まってきた方たちとともにですね、このサバイバルゲームってものを楽しい世界に、やっぱりさ、始めた時にスノーボードとかもいろいろそうだけど、若い頃なんか俺もそうだったのね、スノーボーやってて、その時はもう一人でさ、山まで行って、全然そこで友達になってできたんだけども、やっぱりね、40超えてきたりすると、一人ぼっちで若い中に入っていくって結構ね、勇気がいるんですよ。なので、ここで仲間を集め、普段もやっぱりそういうサバゲーのそのディスコードっていうツールを使って、みんなとこう銃の自慢をしたりとか、みんなで話し合ったりして、一人の時も他の人と話すことができる。そしてまたサバゲーショップに行く時も仲間を集える、お茶したり飲み会したりっていう、そんな楽しい仲間ができてきたらいいなと思う、サバゲルで募集中のヨシオ Vlog のですね、これチームではないです、ヨシオ Vlog のサバゲー仲間っていうグループはまだまだ募集中なんで、もしサバゲーを一緒にやってみたい方いたら、年齢問わず、そして女性男性問わずですね、初心者に仲良くしていただける最低限のマナーがあり、みんなで仲良くできる方はぜひぜひコメント欄、もしくはツイッターの DM 欄にですね、コメントいただけると嬉しいです。一緒にサバゲーを楽しんでいきましょう。それでは今日はこのくらいの動画でさせていただきます。このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。これからも頑張ってサバゲー動画、そして映画の動画踏まえて、いろいろ今年頑張りますので、どうぞそのままチャンネル登録を維持した状態で応援の方よろしくお願いいたします。それでは I'll be back。 お疲れ様でした。 Nothing can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so